日本ウナギを放流して謎が多いその生態を調査です。今日、三重県紀北町を流れる銚子川には地元の環境保全会や漁協のメンバーが集まり、74匹の日本ウナギを放流しました。ウナギの腹にはシリコン製の色素でマークがつけられていて、放流した年によって色を変えることでいつ放流したウナギか分かるようになっています。環境保全会はその生態を調べることで、年々減少する日本ウナギの増殖につなげたいとしています。